サブ2登録者人数1000人達成、イエーイ。できましたね。いやありがとうございます。結構かかったね。初めの時はね、俺らね、3日ぐらいで1000人ぐらい行くと思ってたけど、意外となんか意外と苦労しました。ね、あの時は良かったっすよ。スーツとかね、サトシと2人でのんまちゃんとやってる時は、はい、やべえ、俺らの時代来ると思いながら撮ってたもんだって。いやでも本当に、無事まずは最初のね、4桁大台をね突破したということで、皆さん本当にありがとうございます。俺は今までいろんな動画出してきたけどね、まあ、低評価がね、めっちゃついてるやつとか低評価1個もついてないけど再生回数300回ぐらいで見てたら5人みたいなやつとかね、あんな動画とかなんかありますけど、どうでした皆さん、今まで今年か約半年ぐらいかけてるかまでやってきましたけど、もともと俺はサブメンバーで呼ばれたんだよね。そうだよね、最初ね、最初俺って、ね、一番最初は俺とタオスで始めてるわ。なんかこう一つワンチーム感っていうキーワード使ってきましたね。ワンチーム、ワンチームね。まあ住んでる場所も違うしね、仕事もバラバラだけど、うん、でもサブ2を通してね、まあ、こうやっていろんな動画、まあ、正直ね定まってないところがあったりとかしてね、本当手探りでやってるところもあるんですけれども、ここまでまずは来れたということで、本当に皆さんにまずは感謝したいと思います。1000人で、皆さんたら1000人といえば勝手にご褒美を自分たちで作ったんですよ。そう、甘いね。セルフご褒美、セルフご褒美をね。さあ何だと思いますか。高脇の兄貴とは。ガチだもんね、これ。ガチ。ガチ。俺も聞いた時びっくりした。俺の兄貴も動画編集してるから、今度お前ら教えてやろうかって。なめんなよ俺ら。その時チャンネル登録600人ぐらいで、600人もおんねんぞと。こっちはね、お前らが趣味でやってんのと本気でやってんだよと。お前がじゃあその兄ちゃん編集してる YouTube 言ってみろよ。ははははははは。世界一ですよ本当に。いやでも本当にそれ聞いた時、どこまでが、どこまでが、そう、なんかみんなそのグループラインが荒れたよね。そう高脇の兄ちゃんだって、かつやあれだもんね、高脇と飲みに行った時にその話聞かされて、ちょっと喧嘩して、喧嘩したんだよ。喧嘩した。嘘つけと。お前そんな途中まで、おいお前嘘つけないよだったけど、途中がガチで、ガチで喧嘩して高脇に顔そっくりだっ、ね、てか、なんなら野球部の先輩だ。中学で、高校か、中学の時、あ、中学、おお、確かに面影ある人も最近動画に出てたり、あ、そう、めっちゃ近いところにいたんだ。じゃあツイッターとか見てると、今回公約通り1月中に1000人行くということを達成したの で、はい、したので、前回の動画で、ね、延長してもらって、あの高脇とね、そう、遊戯王陸上で勝ったから、ね、勝って、最後あの半間裕次郎でね、皆殺しにしてますんで、親子供も皆殺しにしたんで、高脇に関係ある全ての生きとして生けるものを成敗してるんで、まずはコラボします。よし、ありがとうございます。これはもらった。でもこれあれですよね、話は通ってるんですか。高脇がとあるメキシコバーでベロベロに酔いながら、俺が兄ちゃんに話つけてくるって言ったっけ。連絡もない。ベロベロに酔ってたんですよ、酔っ払って。大丈夫かな。ベロベロに酔ってた。でやっぱそこは男としてね、やっぱ話の筋は通すとこだな。多分社長とかにも言ってると思うから、テキーラ一気の練習しとこうかな、体勢つけとかないと。とコラボできるなら何の企画で。あー、いいね。それでも考える。テキーラ一気して 400m 全力で行ってみたみたいなのを社長とかで言ってましたね。許可は取ってないんですけれども、うん、もうこっちはコラボする気満々なんで、できるでしょ。やるとしたら、うん、何やりたいとかある。もしうちらがコラボするならあれば、やっぱテキーラだよね、うん、キーワードはテキーラですね。いやなんか代表作そういうイメージあるで、お酒飲む、うんうん、お酒はねやっぱり。でも俺らの強みというか、その陸上を本当になんかこううまくできたらいいよね。確かに。
俺らもだってね、第3回ぐらいでジンマ持ちながらトラック走ってる。要はちょっとフィーリングとしてはちょっともしかしたら近いところがあるかもしれない。あの大傑作ね。そうそう、陸上やってる同期からすごいあの批判的な意見が多かった。方々から批判を出したってこと。あれをもう一回やりますか。じゃあそう、なるほど。あったテキーラでやるとかね。それもじゃあテキーラ、そうトラック貸し切って。なるほど、テキーラリレーマラソンって。いや、いいね。給水全部テキーラマラソンとか。あ、いいね。あれゴールしかないやつ。あ、そう、もう5キロごとにテキーラ行く。死ぬぞやってくる。そう、いいね。で、400m トラックで 42.1 秒ぐらい先に走ったもん。走った方が感じて。走った方が。やりましょう。それじゃあ、そういう企画をぜひ。